日本のニュース 24H。 皆さんこんにちは。速報 MLB 野球2024年6月28日、大谷翔平は277万票で DH 部門1位、リーグ最多の MLB 球園ファン投票1次の結果。米大リーグ機構は27日7月16日にテキサス州アーリントンのレンジャーズ本拠地グローブライフフィールドで行われるオールスター戦のファン投票1次投票の結果を発表。ドジャースの大谷翔平はナ・リーグ指名打者部門で277万7173票を獲得して1位となったが、得票数はリーグ3番目で、先発出場が確約されるリーグ最多得票は2年連続を逃した。一塁手部門のブライス・ハーパーフィリーズが327万7923票でリーグ最多だった。両リーグでトップはア・リーグ外野手部門のアーロン・ジャッジヤンキースで342万5309票。投手は投票の対象になっていない。ハーパーで決まったナ・リーグの一塁手以外の各部門上位2選手、外野手部門は6選手、ア・リーグの外野手はジャッジを除く上位4選手が先発出場を決める最終投票に進んだ。投票は30日正午、日本時間7月1日午前1時から7月3日正午、同7月4日午前1時までで、一次投票の票数は繰り越されない。大谷は4年連続4度目の出場をかけて、カイル・シュワーバー、フィリーズと争う。結果発表は3日午後7時、同4日午前8時。カブスの鈴木誠也はナ・リーグの外野手部門16位、レッドソックスの吉田正尚はア・リーグの DH 部門8位で最終投票に進めなかった。投手と控え野手は選手間投票などで選出され、全出場選手が決まるのは7月7日。MLB、ジャッジとヒャーパーのオールスター出場が決定。ドジャース、大谷翔平はフェーズ2に進出。日本時間6月28日、オールスターゲームのスタメン出場選手を決めるファン投票のフェーズ1の結果発表が行われた。ア・リーグはアーロン・ジャッジ、ヤンキース、ナ・リーグはブライス・ハーパー、フィリーズがリーグ最多得票となり、オールスターゲームのスタメン出場が決定。大谷翔平、ドジャースはナ・リーグ指名打者部門1位となり、フェーズ2への進出が決まった。フェーズ2の投票期間は、日本時間7月1日、午前1。ファン投票のフェーズ1でリーグ最多得票となった選手は、その時点でオールスターゲームのスタメン出場が決まる仕組みとなっており、ジャッジは全選手中最多となる342万5309票を獲得。ナ・リーグは327万7920票のハーパーが1位となった。このほかフィリーズのアレック・ブローム317万5134票、ヤンキースのフアン・ソト300万121票、オリオールズのアドリー・ラッチマン279万1952票、大谷277万7173票、オリオールズのガーナー・ヘンダーソン266万4120票、パドレスのジュリクソン・プロファー255万9897票も250万票を突破した。フェーズ1で各ポジションの上位2名、外野手は上位6名となった選手が決選投票のフェーズ2に進出するが、ア・リーグはジャッジの出場が決まったため、フェーズ2に進出する外野手は4名となる。ナ・リーグはハーパーの出場が決まったため、フェーズ2の投票では一塁手は対象外となる。大谷はナ・リーグ指名打者部門でカイル・シュワーバー、フィリーズとの一騎打ちとなった。大谷以外の日本人選手は、吉田正尚、レッドソックスが、ア・リーグ指名打者部門9位、鈴木誠也、カブスが、ナ・リーグ外野手部門16位で、フェーズ2に進出することはできなかった。フェーズ2に進出したファイナリストは、以下の通り、ジャッジとハーパーは、オールスターゲームのスタメン出場が決定。ア・リーグ、捕手、アドリー・ラッチマン、オリオールズ、サルバドール・ペレス、ロイヤルズ、一塁手、ライアン・マウント・キャッツル、オリオールズ、ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア、ブルージェイズ、二塁手、ホセ・アルトゥーベ、アストロズ、マーカス・サミエ、レンジャーズ、三塁手、ホセ・ラミレス、ガーディアンズ、ジョーダン・ウエストバーグ、オリオールズ、遊撃手、ガナー・ヘンダ、ナ・リーグ、捕手、ウィリアム・コントレラス、ブリュワーズ、JT ・リアル・ミュート、フィリーズ、一塁手、ブライス・ハーパー、フィリーズ、二塁手、ケテル・マルテ、ダイヤモンドバックス、ルイス・アライズ、パドレス、三塁手、アレック・ブローム、フィリーズ、マニー・マチャド、パドレス、遊撃手、ルーキー・ベッツ、ドジャース、トレー・ターナー、フィリーズ、外野手、ジュリクソン・プロファー、パドレス、クリスチャン・エリッチ、ブリュワーズ、テオスカー・ヘルナンデス、ドジャース、フェルナンド・タティス・ジュニア、パドレス、ブランドン・マーシュ、フィリーズ、ニック・カステヤノス、フィリーズ、指名打者、大谷翔平、ドジャース、カイル・シュワーバー、フィリーズ、ナ・リーグの DH だ大谷翔平、オールスターには大差で選出される。米メディア、すでに80万票以上の、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季の MLB オールスターのファン投票の中間発表が行われ、ナショナルリーグの指名打者、DH 部門で1位を独走している。大谷以外にも、ドジャースの選手は上位を占めており、人気の高さが伺える。米メディア、トゥルーブルー・エルーエーのエリック・ステフェン記者が言及した。
今回の中間発表で、大谷は177万3404票を獲得して、ナショナルリーグの DH 部門でトップであり、アトランタ・ブレーブスのマルセル・オズナ外野手は94万851票と、すでに80万票以上の差がついている。各リーグで投票第1ラウンドの総合得票数が最も多かった選手は、そのポジションで自動的に先発の座を獲得し、第2ラウンドの投票は完全にスキップされる。このままいけば、大谷の出場は確実だろう。ドジャースは大谷以外にも、ムーキー・ベッツ内野手や、フレディ・フリーマン内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手など、上位で競っている選手が多い。その中でも圧倒的な人気を誇る大谷について、ステ選手は、大谷翔平はナショナルリーグの DH で先発する可能性が非常に高い。大谷、大谷翔平のライバル2人に緊急事態試合終了とともに負傷。フィリーズ悲鳴。シュワーバー&ハーパーが負傷。MLB マーリンズ74フィリーズ、日本時間28日、フィラデルフィア。フィリーズに緊急事態だ。27日、日本時間28日に本拠地で行われたマーリンズ戦で、ブライス・ハーパー内野手とカイル・シュワーバー外野手が揃って負傷。好成績を残していた2選手だけに離脱となれば、首位を走るチームにとって大きな痛手となる。1番左翼で出場していたシュワーバーは9回に代打を送られて途中交代。フィリーズの地元放送局 NBC スポーツフィラデルフィアのレポーターを務めるジョン・クラーク氏によると、股関節に張りを訴えたという。ここまで17本塁打はリーグ5位。同日に発表されたオールスター戦のファン投票では、ナリーグ指名打者部門でドジャース大谷翔平投手に次いで2位となり、二次投票に進むことが発表されていた。3点ビハインドの9回、ハーパーは2死走者なしから2ゴロ放ち、1塁へ猛ダッシュ。しかし、駆け抜けた後に足を痛めたような素振りを見せた。左のハムストリングスを負傷したとみられる。クラーク氏は苦悶の表情を浮かべながら、ハムストリングを抑えていた。終了直後、トレーナー、大谷翔平の命を救った男の経歴は、MLB 公式サイトなどが一斉に報道。ロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手が、オールスターファン投票の DH 部門で1位となり、2次投票に進むこととなった。2位の選手と一騎打ちへ。MLB のオールスターは2段階で投票が行われ、一次投票で各リーグ最多得票を得た選手はオールスターゲームでのスタメン出場が決まる。各リーグの最多得票以外の各ポジション上位2名で二次投票が行われる。大谷選手は277万7173票を獲得し、ナリーグの DH 部門で1位となった。ナリーグの最多得票は327万7920票を集め、一塁部門で1位となったフィリーズのブライス・ハーパー選手。大谷選手は2次投票に進み、DH 部門2位のカイル・シュワーバー選手と争うことになった。大谷選手の2次投票進出に、オールスターファン投票 DH 部門1位、おめでとうございます。大谷さんダントツですね。オールスターでのホームランみたいですなどのコメントが寄せられた。ドジャースからは、谷、遊撃部門でムーキー・ベッツ選手、外野部門でテオスカー・ヘルナンデス選手が2次投票に進んだ。二次投票は6月30日から7月3日、日本時間7月1日、午前1時から4日午前1時まで。オールスターは7月16日、日本時間17日に。